わあ、すごいですね。ものすごい雷、雷鳴だったんですね、はい、大崎市古川では、午後5時過ぎからバケツをひっくり返したような激しい雷雨となりました。運転にも注意が必要なくらいです。冠水しているところもありました。風も強いですね。はい、このようにですね、突風も発生して、はい、傘がめくれ上がるような方がいらっしゃいました。県内は明日にかけてこうした急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にですね、注意が必要です。